とりあえず一旦チャンネル登録しよう。はい、どうも皆さんこんにちは、コスケです。今回はね、コメントで教えてもらった強いアクセサリー、まあ、前回の動画で自分が紹介したダイヤモンドブローチあったんですけど、自分はねアネットの首飾りを使ってますよっていう方が結構多くて、まあね、使う素材もね、やっぱね、ルーンスフェアのかけら、伝説のお船のって結構ね、レアなんだけど、もうこれね、何がすごいかって、なんか移動速度が上がるって書いてあるんだよね。だからちょっと作ってみよう。で、一応今俺ロケットブーツっていうの履いてるから、普通よりも足は速いんだけど、これね、今こんな感じね。で、さらにこれに変えたら、体感ちょっと早いかなって感じだな。で、ちょっと待って、これロケットウィング外すと、まあ、こんな感じなんや。いや、これロケットブーツでよくない？なんかなあんまり、なんかロケットブーツ合成したアレンジの靴でよくねえかっていうレベルだね。なんか俺は多分これ使うことないかな。結構ね、使いやすくていいみたいなのは聞いたけど、まあ、多分あれなんだろうね。これに、で、そう、俺が思ったんだけど、これにさ、この見てみて、これ。めっちゃ強いの見つけてさ、今日。そう、これ。星のペンダント。これ、経験値取得量が上昇するとか、あと、ハードのペンダントね。スキル経験値が上昇する。まあ、ハードのペンダントは、序盤の方でね、クエストクリアでもらえるんだけど、まあ、こういうのを入れて、アネットの首飾りを作ることによって、まあ、レベリング用装備みたいな。もう早く周回して早くレベル上げる用装備が、まあ、できるんじゃないかなと。で、まあ、結構ね、俺の動画でなんか結構言われるんだけど、モンスターのレベル上げたら、見てこれモンスターのさ、敵のレベル上げるってあるんだけど、それやった時ぐらいじゃないと、こんなね、ガチガチの装備作ったって意味ないですよみたいなこと言われるんだけど、別になんか俺敵のレベル上げんくても落ちる素材変わらんし、レベルもね、カンストさせようとか思ってないから、もう俺はこの状態でやるからみたいな。まあ飽きてきたら多分レベル上げて楽しむんだろうけど、今はねしっかりとこう敵の素材を集めることにね、はい、集中したいんで、まだね レベルを上げずにやっていきたいと思います。それでは、アネットの、ね、首飾りの紹介だったんですけど、まあそうだね、これはレベル上げとかにね、使うべきかなって思います。これでね、高速し、なんか、強い装備を作るっていうのはどうなんだろうね。俺はちょっとわかんないね。みんなにね、まあ、よかったらコメントでね、アレンジとか強化素材とかね、全部書いてくれると嬉しいです。それでは、さよなら。